アグネータ・フロックは、スウェーデンのテキスタイルキリエ作家ストックホルムにあるコンストファックで学び、1971年には、スウェーデン王立芸術大学で特別学生として、グラフィックを学んだ。フロックは、エチオピアとタイで幼少期を過ごしたが、これらの国の文化が、自身の創作活動に影響を与え、1967年に、ストックホルムでアトリエを開いた。 彼女は1969年に、ストックホルムにあるハントベルケットで、立体的なテキスタイルを持って1969年にデビューし、その後、数多くの個展、グループ展を開催してきた。その中には、ベステルボッテン美術館、デースカ美術館、スウェンスクホルム、リリエヴァル芸術ホール、パリのスウェーデン文化交流協会でのアベントは、テックス、ブダペスト、ウッチ、ソポト、 ワルシャワ、ニューヨークは、コートランドでのザ・スウェディッシュ・タッチ、ダカールでのイメージジュノール、日本では2002年にギャラリーを組むらで、最初の個展を開催した。その後、2011年にはスウェーデン大使館で個展が開催されると、日本でも数多くの展示会が開催されるようになった。2015年から2016年にかけて、NHK サービスセンター主催の巡回展が開催されたが、 京都、札幌、名古屋、東京で行われた。フロックは、数度に私もスウェーデン政府やスウェーデン政府、芸術女性委員会、エストリッド・エリクソンとサンドリュー協会から助成金を受給した。2001年には、スウェーデンテレビの教育番組の連載番組、お話のハサミに出演。作品の一部は公的な施設、カロリンスカ研究所附属病院。 フッティンゲ私立病院、セーデル病院、カールスコーガ病院、イエルハルタ私立シェールビー基礎学校、ストックホルム私立、エシュタションダールブレック大学、バレントゥーナ県医療機関、セーデルテリエ私立、ヘレーネルンド基礎学校、ウップサラ私立、大下病院、ストックホルム行政地方裁判所、バレントゥーナ私立図書館、ストックホルム市が2層年。また、スウェーデン国立美術館、 予定彫りのレースか美術館、丸目美術館、ボローステキスタイル美術館、シェレフテオの女性美術館、芸術庁、そして40カ所の地方自治体、県議会などで展示されている。ありがとうございます。